8人組ヒップホップクルーバッドホップ、激闘ラップ甲子園ではメンバーが審査員を担当。そんなバッドホップから第3回大会出場者へメッセージが。第2回審査員やらせてもらっても、印象はとにかくビシキマがラップうまいみたいな、ビシキマすげえなみたいな。ジョジョとかワイザーも言ってたんですけど、俺とかバッドホップのメンバーだけじゃなくて他の審査員もそうだし、あれを見ていろんな名前が一人歩きしていくと思うんで、そういうきっかけになる一つの番組だと思うんで、そこでものにしてキャリアをどん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 進めていけば面白いことなんじゃないかなと思ってます。ラップ自体がみんなすごい上手くなってんだなと思ってて、今僕たちの時代じゃありえないことがこんだけ起こってるんだなと思って、それはすごいなんか感動しつつ、これからどうなっていくんだろうと思って、女性のラッパーの子もすごい面白かったり、なんか一人一人個性もあったので、これから本当にすごいシーンを多分担っていく人たちがいっぱい出てくるんじゃないのかなって改めて思います。10代最強ラッパーを決めるトーナメントバトル第3回激闘ラップ甲子園がいよいよ開幕。今回は西日本オーディション全編をお届け。大阪、名古屋、福岡、3つの都市で繰り広げられたデッドヒート。フレッシュな新世代、熱いバイブスやテクニック、際立つ個性を持ったラッパーが次々登場。それでは大阪オーディションスタートします。女ってちょっとひよってんちゃう。まお前から喧嘩打ってきて目も見れねえのかよガキがよ。心の会話、俺が求めてるのはそれだ。幸せなんていらない、これが俺たち見せてく西成。僕はジャッジしたくないです今のバトル。いい意味で生きるために逃げる前でビビる殴る数は特に意味がねえ。前回大会の優勝者ビシキマを出したこのブロックから新たなスターの出現なるか。お前には死んでも負けねえぜ、沖縄熱いバイブス。始まりました激闘ラップ甲子園の道。どうも雷です。俺たちが雷だ。いえ、覚えときな。さあということで今回は来年3月26日ゴリラホール大阪で行われます、はい、第3回激闘ラップ甲子園決勝大会に向けての大阪、うん、名古屋、福岡オーディションの模様をお届けしたいと思います、はい、さあ今回のゲストは大阪オーディションで審査員を務めてくれました TK だ黒渕さんです。よろしくお願いします。また TK だ黒渕です。よろしくお願いします。お願いします。いやちょっと大阪の雰囲気とかもたっぷり気になるんで、はい、おいおい聞かせていただきたいと思います、はい、もうたっぷりありますよ。帰りの新幹線忘れられないラッパーとかいましたね。いいバトルやったなとかありましたね。わこれは気になりますね、はい、後ほどよろしくお願いします。ではここで第3回激闘ラップ甲子園決勝大会までの大まかな流れを改めて説明したいと思います。今回のオーディションは北海道、東京、名古屋、大阪、福岡の全国5カ所で、開催されました、はい、各地区のオーディション、さらに東と西の予選大会を勝ち抜いた16名が来年3月26日にゴリラホール大阪で行われる決勝大会に出場。栄えある第3回王者が決定します。なるほど、はい、もう大掛かりっすよね。前回優勝のビシキマ君は福岡オーディションから勝ち上がって優勝したわけじゃないですか。そうっすね、うん、今回もビシキマは福岡にいるってこと。いや、ビシキマ君はですね、うん、優勝者特典で来年3月26日ゴリラホール大阪決勝大会のシード権獲得しております。なるほど。そのビシキマ君が待ってます、うん、決勝大会までの道のり、これは結構険しいですよね。いやだってまあまあ実力主義の激ラと言われてますが、うん、だってまず最初、はいはいはい、
オーディション送るじゃないですか、はい、オーディション送ってで選ばれてやっと会場に集まる、はい、でそれで普通だったらもう辺野古線行ってもいいぐらいな感じなのにそこからさらにバトルしてスキルを見て、ね、持ってるものを発揮できるその肝だったりとか、はいはい、まあ、フリースタイルなんで当日の運とか、はい、なんか実力と運とかいろんなもの持ってる人たちがやっぱ残れるっていう過酷な狭きもんだなと思いますよね。さあということで今回は大阪オーディションおよび名古屋福岡オーディションからさまざまな各バトルを紹介していきたいと思います。まずはこちらから審査員もうなったすご腕ラッパーレディーファイ。俺もあんたも何かしら境遇がある、そう不幸があるからやってきてるけど不幸自慢をしに来たわけじゃない、自慢できる今を作り続けて不幸すら自慢に変えていく、それが俺のやり方、自慢、自分の自慢を固めてどこまでも走り続ける、そう慣れ合いとは違う心の会話、俺が求めてるのはそれだ。先生、俺が自慢できたのは西成の今池子供の家に、ああ慎吾西成さんが来てくれて生き方と共にラップを教えてくれたことさ、それが俺の始まり、チャチな幸せなんていらない、これが俺たち見せてく西成、今だけのしかバレしかバレにできない。ちょっと僕はジャッジしたくないです今のバトル、いい意味ですごいなんか2人の言葉刺さりました。熱かったんだ。普通に本戦で見たいですね。あ、高揚感。いや本当に熱いなと思ったの俺も見てて、自分と近いもん感じてもうバチバチやり合ったんで、で最後勝敗がつかんかったとか審査員のお二方に良かったよってずっと言われたんで、今回は正直前回のダサい負けを払拭できるぐらいの顔したと思います。難しい。第2回大会からの成長を感じられたラッパーの一人がこの MCT。 MCT 君が熱いバイブスぶつけてくれたおかげで本当今まで以上に自分を出せた気がします。あーなるほどね。じゃあ前回のオーディションでお前が上に行くとこも俺もさ見てた、俺はチャンピオンロード歩くシャドウじゃない、俺は道のシャドウ駆けに変装へそんべん俺のサバイビーチングブラック光すら届かない、いや光が闇を照らすんじゃなくて闇が光を殺すのさ。俺が毎回上がっていくとこもう一回後ろから見とけよ、俺が上がっていくから見とけって話、何を言ってるかわからない、前回は川崎すんなよまばたき、ここは名はバリー大阪フロムサンサイヤンガ、邪魔するならそこどけ邪魔。じゃあ、まあ、中学生高校生とかあんま関係ないんですけど、まあやっぱステージ持ったってマイク持ったらみんな対等に見られるんで、そのプレイヤーもそれは思ってやるんで、あんまそれはあんま気にしないですね。もうクラブちった出てまだできたし悔しいって思いがあったんで、それやったらまあ次大阪なんで自分たちの縄張りなんで、そこであっちに優勝かましちゃったらかっこいいかなみたいな。改めてすごいなぁ、ラッパーレベル高いでしたけど、レンゲ町 VS MCT、はい、僕的には、まあ、SKYのもそうだったんですけど、うん、これベストバウトかなと思いましたね。この試合が、まあ、お互い多分境遇が似てたんでしょうね、その、うん、バックグラウンドをラップで話してたんですけど、でそれがやっぱ自然と熱くなって会話になってるというか、はいはい、小手先のものとかではなく本当内から出るもの、うん、まあ、陰ももう無視して、はい、ある意味ビートも聞いてないかもしれない、うん、もうそれよりも本当に会話したいっていう瞬間があるやっぱバトルやってると、俺は特にそっちのスタイルなんで、自分個人的にもすげえ好きなスタイルっていうのがあって、やっぱラップの魅力って一人じゃ絶対できない、この二人だからこそもう絶対にそれ再現も不可、もうこれはもうこれっきりの素晴らしいドラマを見させていただいたなっていう。この試合ついさっきやりました。熱量がもうさっき見た時みたいな感想。いやすごい、俺はこれ本当にすごい心打たれちゃって。じゃあ帰りの新幹線で思い出したバトルの一つですか。いや昨日の夜も思い出したぐらい、すげえ、はい、喉からお互い声出してる感じが良かったね。腹ってよりはね、分かる分かる、ここでうわって言ってる感じが、いい意味の喉だよね、うん、うんうん。さあ続いて、はい、タッパー VS 森月龍、はい、まあ、タッパーくんのね、中学生、中学生とは思えない風格、うん、はいはい、で本人もやっぱそのスタンスとして年齢関係ないって言ってたのは、うん、なんか間違いないなと思いましたね、はい、やっぱそういう問題じゃなくて、自分のスタンスと実力がやっぱステージで物言うんだよっていう一番大切なところを抑えてるというか、うん、でかつなんかレコード屋の人って言ったんですけど、店長さんというか、なんか懐かしさを持ってるんですよね、はい、だからもしかしたら彼のフットの先輩とかにこの文脈があって、それを継承してるみたいな想像までさせられるという、確かに、うん、
そういう意味で、ちゃんとスキルの面もあのライムの表現とかもしっかりこだわってて、うん、なんかその技術と自分のスタイルがうまく混ざってて個性をすごく感じましたね。はい、論外なそのラップより法外俺の方がいてもね、まあこんな感じ落ち着きながらもそうだラップやりたい。アルカンジ君は前から見てたんですけど、やっぱリズムの取り方がとかスタンスの通し方がうまいなと思いましたね。僕もアルカンジ君すごいあのフローが柔軟で、めちゃくちゃ好きでした。そんな審査員も絶賛のアルカンジが指名したのは、前回大会でインパクトを残したノバゴールドジュニア。さっきのバトル見とって興味ないんで、うん、しかしノバゴールドジュニアはそれを拒否。競技の結果アルカンジの指名が採用されバトルへ。俺が丸くなってる、それは間違ってるぜ。俺はいつだって尖ったまんま、ガキの頃から変わらない心、分かってる俺は男だから、やる時はやんだろう。スキルも上げて今ここに帰ってきた、3回は任しときね。生きるために逃げる負けでビビるだけど、数は特に意味がねえ。お前のスキル他者ことないって思ってるな。俺ならくるっと回るクルトがこいつよりも尖るらしい。お前の尖りは必要ねえって話をしてんだよな。尖るところは尖る、それライブやバトル、お前の言葉使い切りマモ、yeah. 俺は回ったりしねえ、ずっと一本道歩くだけ。お前から喧嘩打ってきて目も見れねえのかよガキがよ。勝者ノバゴールドジュニアでした。オーディション見たらあかんですけど、まあ、大したやつおらんかったんで、まあ、ちょっと東京の方にちょっと来たいですね。面白いやつか思ったらやりたいですね。もう10代最強は俺だけでいいんで、もう前夜もねどうか道開けといて、俺にしか似合わんおかんを俺はしっかり受け取るんで、今回は第3回よろしくお願いします。続いての試合がノバゴールドジュニア VS アルカンジュ。はいはいはい、はい、これはアルカンジュのご指名でノバゴールドジュニアとバトル、はいはい、一回拒否ったんだけどやることになったっていう。なんかノバ君が落ち着いてラップしてたようなね、前回本戦行って天井頭ぶつけて、はい、でここでもやさぐれてサボるやつとかももういいやみたいになるやつがいるんですけど、うん、やっぱノバ君まっすぐな男だなと思って、はい、そこ成長してしっかり落ちたところから上がってきてるっていう感じがすごい。前回大会からちょっとしか期間がないのに、うん、そうだね、この落ち着きを出せるようになったっていうのも相当やっぱ本人の中でいろいろ感じていろいろ努力してきたんだなっていうのがやっぱ垣間見えるというか、うん、そういう成長ちょっとワクワクしちゃうんですよねこれ関与してやっぱその大会見てるとやっぱそういう成長物語っていうのが最初はないわけじゃないですか、みんな初見だから、はいはい、で回重ねるごとにこうなんか成長感じれるっていうのはちょっとなんか親心じゃないですけど、なんか本場の甲子園でもこういうおじさんいそうだよなんかこうレベルが高い子たちにこう共通してることとかってあるんですか。あーどうなんですかね、やっぱ己を知ってる、己と向き合ってるみたいなのはでかいかもしれないですね、自分分かってるやつ。でも10代でそれできてる人って、うんうん、やっぱり一握りとかなんですかね。なんかやっぱそのすごいなと思う、敗北から知るみたいなのはやっぱノバク見て思ったんですね、はい、自分って何なんだろうって一回こう自己嫌悪入ったりとかして、でも頑張るんだっつって這い上がってまた挑戦してくるみたいな、うん、そういうのはやっぱその積み重ねが結構なんだろうな、己を知るのかなっていう。女男かけなくできるのがヒップホップ。俺はモンスター南の怪物、命がけ勝利の女神に来る色仕掛け。ラブバトルで続いてはフレッシュな才能ニューカマーラッパー。大阪の岸和田から来ましたシューって言います。ステージに立つのは初めてなんですけど、まあ、決勝行く気しかないですね。あ、ヘイジージです。自分のためにラップしてます。お前のラップには愛がないような感じだから、ここでかまってビートにライド。Yo、 お前の首から一食いないよ。最後詰まって何も聞こえない、そんなんじゃマイクに声と、シューさんは言霊にテンションをつければさらに自分の気持ちが乗って、その聞いてる人とかの心を動かせれるかなと思いました。その面にヘイズ・ゼイゼイさんはなんていうんですかね、テンションをつけてちゃんと伝える気持ちみたいなのが強く伝わってきましたね、うん。いやお前バトルは初めてですけど、ラップをもっとかましていけよ。俺ここバトルで今初挑戦、ここから取る飛車角をうぜ。俺はヒップホップ一生アイスショー、お前ラップすぎて滑りまくってるアイスショーみたいな感じだぜ、パンチライン。タニシ君はまあ初マイクにしては
ちゃんとステージ慣れをこれからしていったら上手くなるんじゃないかなと思いました。あとは憧れのラッパーの名前の綴りはしっかり見てから送りやって感じです。え、どうなってる？カン AK グミになります。まずいですね、これはだいぶ表現が曲がっちゃってるんでまずいです。はい、気をつけましょう。はい、自分自身の吐いた言葉責任持つやってく、別にディスならいらないピースな感じでやってく、母勝ちだけを求めてね、俺は自分自身誇るためやってきてんで、イエーハースマイクでそれってだいぶレベル高くね。という歌から来ました答えです。バトル始めてます。先月番組に出演してくれた小学生ラッパーコタ、その時にこんな質問を。バトル中に緊張しちゃったりすることとかあると思うんですけど、そういう時ってどうしたらいいんですか？あ、かわいいですね。緊張は多分ずっとつきものだから、うん、そのなんかビビってるからしてるとか、うん、そのネガティブな意味で捉えるんじゃなくて、そのやりたくない勉強とかと違って、うん、負けたくないそのラップバトルに出てるから、いつもより気持ちが本気になって体が固まってるぐらいの、なんかいい意味で捉えると、うん、そんなに緊張も別に悪い友達じゃなくなると思う。おお、あのアドバイスをもらった通りに緊張を味方につけて頑張りました、うん、その初バトルの様子がこちら。あんまり分からねえけど、ラップボトルなら初めて、お前初めましてで、ラップボトルでこんにちはって、ライブスが終わって、マジでそういう感じ。お母さんから何かありました？お母さんはからは、あの、詰まってもなんか、詰まってないぞ的な感じで出すみたいなことがありました。いや、こう小中学生とかやっぱ始めたばっかの子いるじゃないですか、はい、マイクの持ち方以外にまず身につけた方がいいよっていうポイントとかあります？間違いなく文化かなと思いますね。文化、はいはい、まあ、その文化カルチャーを身につけることによって、うんうん、自分が携わってる音楽がどんな背景で出来上がったのかっていうのを知ると、そこの計算式を自分に当てはめて自分オリジナルの表現ができるようになるというか、うんうんうん、歴史を知るっていうことは結構重要なのかなと思います。はい、ちょっとお勉強みたいな話になっちゃうんですけど、はい、ヒップホップの歴史教えてくれるとっておきの先生っていないんですかね？ウィキペディアですかね。審査員も驚愕、異彩を放ったキャラ立ちラッパー。大文字で MEIA メイヤって言います。香川県生まれ、香川県育ちで、大阪に来たのは5ヶ月前で、ラップ始めて4ヶ月ぐらいです。バカ緊張してるんですけど、ね、頑張ります、お願いします。中学2年生ぐらいから高校3年生ぐらいまでずっと女優志望だったんですけど、うん、ちょっと転機があって音楽に転校しました。相手が女、そんなのは関係ない、俺は老若男女揺らせに来たミュージック、鼓膜から中心に響き渡るビート、上質だってライド、そうそう、女男かけなくできるのがヒップホップ、それ当たり前のこと、わざわざ言うってことは女ってちょっとひよってんちゃう、まあそんなこと別に言わんでええか、適当に言われたこと返しとくわ、かませ犬にならんって言うてたけど今の感じなんかなりそうやな。今までのフィメールの子ってすごいキャピキャピしてると思ってて俺は。でもそのメイヤちゃんはそのラップがもう地盤が4ヶ月っすよね。そうです。4ヶ月やのに結構バトルにも多分特化してるし、傾いてるし、あとその地元の方言みたいな感じをそれをうまくラップに取り入れるって難しいことやと思うんで、すごいと思いましたね。そしてこの日のオーディションをかき乱したのがスニーチ。女の子。なるほど、はい、女性なら誰でもいい。誰でもいいです。あ、やりたいって。はい、こんにちは。ナイス。ヘイズズイジーがそれを受けて立つことに。なるほど、私を受けて立つ。よなんせ、分かってない、何歳？16年。ギリ犯罪だけない、犯罪だけない、抱きたい。お前じゃだけねえよ、うるせえな、そんなお前みたいな男には興味ねえ、俺はちゃんと自分のため彼氏なんていらねえよ、一人で上がるぜ、でも可愛い、将来安泰。終了、レディージャッジ。あ、ドロー。ドロー。
ドローということで、はい。フェイズ DG ちゃんとやってみてどうでした？いや気持ちよかった。なんだろう。2回目そのアゲインバトルでなんで名乗り上げたんですか？いやーやっぱハングリーに行った方が自分がって思わないと多分やっていけないかなって思って。できる回数は増えるかな。はい。自己紹介の時点からしっかりしてたなって、あの自己紹介の時間って野球でいうとこのイチローのこれだと思うんですよ。この間だと思うんですよ、はいはいはい、やっぱここがかっこいいとおってなるじゃないですか。なりますね。だから自己紹介の時点であなんかしっかりしてるなってので、でラップイザ聞いてみたらラリーもしっかりできてましたし、うん、離れもしてるんでしょうね。オーディションいっぱい受けてるっていうことで、はい、ただ4ヶ月ですもんね。いやとは思えないですね。すごいね、はい、ホークさんとかオーソリティさんのこと知らないっていう、まさにカルチャーを知らないっていう、まだ、はい、ホークさんとオーソリティさんは知ってる？みやちゃん知ってる？知らなくて、昨日知らないのはやばいって言われて、うん、ラッパーの友達にめっちゃ見せられました。逆にそれがいい方向に行ってるような気がするっすね。多分自分の中でいろんなその USL の経験とかだったりとか、うん、そのオーディションなんか女優志望っていうのがあったんで、うん、自分の中のエッセンスっていうのをしっかりラップに落とし込むっていう、うんうん、オリジナリティに溢れてるのかなと思うんですよね、うんうん、誰かの真似じゃない。続きましてヘイズ GG VS スニーチ、はい、これだけハラスメントがうるさい時代にやっぱこのスタイルをスニーチ感持ってくるっていう、うん、まあだいぶ結構十字架を背負ったというか、このスタイルを磨きかけるというのは、だからぜひ数年後見たいですね、スニーチ君。逆にヘイズヒーさんもこのなんだろう、ハングリーに食らいつきたいみたいな精神もすごいいいなってなったっすね。やっぱそのチャンスを掴むんだっていう強い気持ちを感じたっすね。いや好印象だよね。ハイレベルな名古屋オーディションでインパクトを残したのが長野在住のかがり火。お前はどこ俺経験してるのかまずは教えてくれ。元の上だったら俺もタトロズだけ。命がけ勝利の女神に来る色仕掛け。その上でつけてこなかったんだよ色眼鏡。会社員何のお仕事してます？情報管理員で、国道の管理を管理職をさせていただいております。そうなんだ。主にどんなお仕事してるんですか？主に国道に防犯カメラがなんと何個かありまして、でまあ事故とか落下物とか動物の死骸とかの処理を終わったよっていうのをこう書いていくだけの仕事をしております。名古屋オーディションですね。こちらかがり火くんが会社員で、ね、結構刻んで前のめりなラップをしてたんですけど、はい、あれってやっぱなかなか回転早くないといけないんで、うん、仕事で鍛えられてる脳みその回転とかがいい意味でラップで出てるんだろうなっていう、安定してるなと思った、うん、インタビューも穏やかだったし ね、うん、なんか林先生みたいな、ね、顔してる。本当に首太い林先生、先生首太い林先生みたいな。そして精鋭揃いの福岡オーディションから選出されたのは沖縄在住のヤンサク。南の国から来たうちなんて、よ目線合わせるんじゃねえのか、すぐそらちまったじゃねえかよ。負けず嫌いなんで、もう目外したら負けと思ってるんで。兄弟めっちゃ多いんですよ、うん、長男次男三男お姉ちゃん四男五男六男。あ、そういうことか。多分兄弟。俺はずっとグーだぜ、新年負けてねえ、お前には死んでも負けねえぜ。沖縄熱いバイブス、俺はモンスター南の怪物。ネタはいらんぜ、俺はネタはしこま、ネタ作りも歌作りだろ。緊張してるかその震えはむしゃぶり。ヤンサクで沖縄から来たということで、6人兄弟の末っ子、結構なんかバイブスっていうか、うんね、熱いものを感じましたけど、沖縄っていうのは本当にもうプレイヤーの宝庫というか、うんうんうん、かっこいいラッパーたくさんいて、そういう先輩たちの背中を追ってるというか、何よりも良かったのが気持ちを優先してたってことですかね。目を外したら負けっていう彼は言ってて、うんはい、やっぱそういうなんかこううまくやりたいとか、はい、イン踏みたいとかじゃなくて気持ちの面で戦いマインドがあるみたいな、気持ちを優先してるってところに僕は好感高いなと思ったんですね。さあということで、はい大阪名古屋福岡オーディションの模様をね、はいはい、見てきたんですけども、ね、ここで今日見た中で西日本予選に選ばれたメンバーおさらいでございます。こちらのメンバーが出場決定ということですね、はいはい、レンゲ長、はい、MCT タッパー、タッパーノバゴールドジュニア、はい、アルカンジュカガリビ、カガリビ、ヤンサク、ヤンサク。さあ今回紹介するのはこちら7名ですけど、あと9名、はい、どんなラッパーが決まったかこれ気になるよね。気になりますね。はい、さあそちらの模様は次回ご紹介したいと思います、はい、今週はここまでです。さよなら。
If was our life、たどり着いた今にハローやハローや醜く血をはこのストーリーに合う。次回の激闘ラップ甲子園への道は西日本オーディション後編をお届け。技巧派から超個性派まで群雄割拠のステージを見逃すな。千春が突出しすぎてた。末恐ろしいですよね、14歳。ちゃんとラップしてくれ、いやブンバップだけじゃないチョップの乗り方。お前のラップは食らわねえ渋さと黒さがない。